また来てくれよな。さあ、行くぞ。扉まで援護すれば僕らの勝ちだ。死守せよ。エレンに巨人を近づけるな。イエーガーの移動を援護すると、あいつに接近する巨人を残らず排除しろ。我々の命と引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。やってやる。今日こそ人類の勝利を。ぶっ殺す。エレンの邪魔はさせない。エレンを信じよう。きっとやり遂げてくれる。任せてくれ。以上好き勝手されてたまるか。巨人め、こっちに来い。ほら、早く来いよこのノロマ。Thank you.
その調子、私も続こう。無駄死ににはさせないから。そんな、いやー、無駄死にはさせない。リゾン、イエガー、壁の穴までもう少しだ。巨人に勝ったよ。
あれは自由の翼。おいガキども、これはどういう状況だ。ち、手の空いてるやつは来い。被害調査から引き返してきたんだ。この状況の説明を聞くのは後回しだ。先に壁内の巨人どもを片付けねえとな。おい、そこの訓練兵、てめえはまだ余力がありそうだな。手伝え。残りのものはこっちを手伝ってくれ。イエーガーを安全な場所に移すんだ。いいだ。俺に任せてください。救援要請か。無視はできねえな。邪魔だ、どけ。兵長、一生ついていくっす。ここは私がやります。苦戦してるみてえだな。行かねえと。よし、また討伐数を稼げたな。巨人の総統に当たれ。来るのが遅えぞ。クソでも長引いたか。雑談してる場合じゃないだろう。早くこの状況を何とかしないとね。私のために。兵長、次で挽回します。まだ戦えるならさっさと行け。助けに行かないと。なめんなよ、クソ巨人ども。エレンのやつ立派にやり遂げたな。今度は俺たちの番だ。行くぞ、やってやる。駐屯兵団の増援か。兵長、ここは俺だけで十分です。私もなかなかやるでしょ。あらかた片付いたか。鬱陶しいのがいるじゃねえか。本当だ、あの子気になるね。あー、もっと近くで観察したいな。観察じゃねえ、討伐だ。さっさと行くぞ、クソめが。随分張り切ってるじゃねえか。兵長、すみません、こっちはもう大丈夫です。兵長、ここは俺に任せてください。どんな
な訓練をすれば兵長のように戦えるようになるんだ。仲間の救援を最優先とする。無事みたいだね。これでようやく話が聞けそうだな。おいガキ、このトロストクで何があった？壁内に残っていた巨人の駆逐は完了したようです。壁に開いた穴は大丈夫なんでしょうか？心配ない。すでに駐屯兵団工兵部が封鎖作業を開始している。駐屯兵団には多大な負担をかけてしまった。力になれず申し訳ない。いえ、加勢いただき感謝いたします。我々だけでは今頃は。リヴァイ、ご苦労だった。
ねぎらいの言葉なら、まずそこのガキにかけてやれ。新兵か。穴を塞いだエレン・イェーガーと同じ104期の訓練兵です。エルヴィンは見てなかっただろうけど、卒業したての訓練兵とは思えなかったよ。そうか、よく恐怖に耐えて戦ってくれた。いや、本当によく働いてくれたよ。君はいい兵士になると思うな。